私も本当に井之脇さんにすごい失礼なことを聞いちゃったじゃないですか。はい、あれですね。あんまりこうお話をしてなかったんですよ。でも何か喋りたいなと思って、なんか最近何されてるんですかぐらいのノリで、最近失恋しましたって聞いちゃったんですよ。そしたら、あ、してませんって言われました。僕なんかあんまり覚えてなくて、あ、本当です本当にか？さらっと昨日何食べたぐらいの感じで聞かれたんで、あ、しないですよって、よくよく考えたらすごいこと聞くなとす思っごいて。失礼なことを聞いたなと思って、それはちょっと反省 しています。まあね、失恋飯ですし、まあ、そういう役どころでしたからそうでね。すね、はい。失恋を探しなんてるっか、ていそうです、いろんな失恋のエピソードを見てると、失恋へのなんかハードルがちょっと下がってき ちゃってて、聞き出すなんかハードルが低くなってきちゃって、普通の日常会話みたいに聞いてしまったことが、ちょっと、やっちゃったなと。あけましておめでとうございます。君丸美樹を演じさせていただきました広瀬アリスです。本日はお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。そうですね、去年の夏秋と撮影して、またしかも冬に来ると全然同じ場所でもこんなになんか景色が違うんだなと思って、とても感動しています。やっとですね、なんか1月まで、あ、でもまだまだって思いつつ、意外と早かったの。あっというあっ間、という間でしたね。あっという間ですね。なんそうか、ね、ずっとその間作ってるからね、こっちは裏そうですよね、そうですよ。ごめんなさい、失礼しました。私自身もすごく配信されるのが楽しみで、まあ、エゴサーチが好きで、今日12時になった瞬間見たんですけど、もうすでに面白いというツイートがいっぱいあって、とても嬉しいなと思いました。早くもっともっとたくさんの方に見ていただきたいなと思いました。監督の太鼓判をされたお店でいろいろ召し上がってましたけど、どうでした？全部美味しかったです。ありがとうございま私す。もうしっかり持ち帰って嬉しい。家でも食べてましたし、ちょっと撮影期間中、前半撮影の期間前半結構食べるシーン多かったですよそうね。ですね。ちょっと前半ちょっとプクッとしちゃって、いやいやいや、そんなことないですよ、いっ本当ぱに。い食べてしまいましいや、あれ、どこ行っちゃうのかなっていうぐらい。た。シュトーカルボナーラ、特に私、惹かれたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですやっよ。ぱり。はい。幸せでずっと口の中が。で、帰ってもしばらくなんか、ちょっと雰囲気が残って、余韻に浸ってしまいました。この失恋飯という作品は、見終わった後にお腹空きます。そして、なんか、明日もなんかちょっと頑張れるかもって、トンと背中を押してくれる、明るくなれる作品になっております。まあ、今ちょっとこういう状況なので、まあ、ちょっとなんていうんですか、過ごしづらいご時世ではあるので、ぜひその失恋飯を見てほっこりしていただければ嬉しいなと思っています。皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。